こんにちは、秋葉人です。今回はですね、ララポート豊洲の方に映画を見に来ました。まずはですね、ここの発券機で、予約した番号を取らなければいけません。では行ってみましょう。この自動発券機で、発券をしたいと思います。発券する、ポチッ。印刷準備中。ここからなんかチケットがジャカジャカ出てきました。おお、来た。今回はですね、ウーマン・イン・ブラック亡霊の館という、なんていうものを見たいんですかという感じですね。ただね、このシートがね、プレミアムシートとか言って、ちょっといい席みたいですね。これがちょっと期待大のとこですね。では入ってみたいと思います。今映画館の中に入ってたんですけど、今回のシートが、ペアチケットとかっていう感じなんですね。これがシートです。広い、なんとも広い感じです。普通のシートはこういう普通の映画館のシートですよね。ここだけすごいんですよ。ほら、豪勢です。すげー。さあ、これが映画館のシートです。めちゃくちゃ広いです。座り心地もいい感じですね。ここにね、ちゃんと、多分プロット出すと、はい、車みたい、はい、こういう感じでですね、車みたいに見れます。かなり座席広くていい感じです。これはね、ゆったり見れますね。ただね、興味いる映画がホラー映画っていうのがね、どうも腑に落ちないですよ。ごめんなさい、僕のチョイスじゃないですよ。ごめんなさい、ね、うちのと今隣にいる嫁がこれが見たいと。今回のこのシート、ペアシートなんですけれども、まあ、通常1800円ですよね。それが、そこに1200円プラスするような感じですね。僕らもネタのためにちょっと座った感じです。あとですね、このシートだけ、撮影の、させてもらうのは許可をいただいてます。はい、ということでですね、今ウーマン・イン・ブラック、見てきましたけども、意外とね、最後、なんか腑に落ちないところもあるんですけど、僕はね、スッと落ちたんですよね。こう生きてることだけが必ずしも幸せじゃないというか、まあ、解放してるというか、初めはね、恨みつらみはあったと思うんですけども、その辺のところはですね、ぜひ、見ていただけると分かっていただけるかと思います。はい、ということでですね、シートがかなり広くて、かなり満足しました。豊洲のララポートで、見てきました。ではまた。